こんにちは、チョメです。リトルタウンヒーローのゲームを実況していきます。この男の子が主人公です。名前を決めてください。まあ、一応私、ピッケル、チョメにしましょう。しかし、お城に忍び込もうなんて、やっぱりお前考えることがおかしいな。照れるぜ。チョメになったね、ちゃんと。褒めてないって、ネズさんと一緒になんかやる感じでね。っていうか、母ちゃんにバレたらまた怒られるぞ。バレなきゃ平気ってことだろ。そりゃそうだけどさ。あ、お、開いた開いた。本当だ、開いた。バレるだろこれ。平和ボケしてる兵士やったら大丈夫かもしれんけど。だろ、あとは頼んだぜ。これでなんか戦闘のチュートリアルみたいなやつやるのかな。大変だー自分が起こしてるんだ助けて兵隊さん。門から離れてるね。どうした少年。君、お尻が燃えてるじゃないか。村から火が出てるんだ。一緒に来てよ。村を守るのは我らの役目。すぐに案内するんだ。村を守るのも大事だけど、お城を守ることも忘れちゃダメだよ、兵士さんたち。こりゃダメだな。一人残らないと。で、一人報告しに行かないと、お城に。村が燃えてるみたいです。二人ってどうすんだ。まあ、そのおかげで入れたんですけどね。俺の村はいい人ばっかりだし、飯もうまいし、悪いところじゃないんだけど、人だけ不満がある。なんだろう、不満。ああ、かわいい。それは村の外には出ちゃいけないってことだ。俺が生まれるずっと前からそう決まってる。村を守ってくれているお城の人たちとの約束なんだって。まあでも自由がなくなる限り、まあ村の外に出るためには、そのお城を通らなきゃならない。だからお城の人に直接会って、村の外を冒険してみたいって言おうと思ったんだ。それが昨日の話。あんた、お城に忍び込もうなんて何考えてるの？そしてこれが俺の母ちゃん。お城の人たちは忙しいんだから迷惑かけるんじゃありません。ごめんなさい。まったく、あんたって子は何だってそう厄介なことばかり思いつくんだい。そういえばこの前だって、あ、誰か来たみたい。ネズかな。まったく、ネズくんまで巻き込もうだなんからちゃんと謝ってきなさいよ。はーい。それから仕事へは遅れずに行くんだよ。あ、仕事をしてるんだ。はい、はーい。何の仕事してんだろう。第1章、冒険が始まらない。お、やっと出てきたな。これは親友のネズ。昨日もお城への突入作戦に付き合ってくれた頼りになる相棒だ。よう、チョメ、たっぷり怒られたか。まあな。でも楽しみで仕方ないって顔してるな。まあな。約束通りオーラが来てくれてるぞ。行ってみようぜ。でもなんか楽しみなことがあるってすごくいいよね。バトルの基礎を習おう。オートセーブなんだ。録画ミスあったらやばいなこれ。じゃあちょっとついていくか。あ、なるほど。右のこのスティックでなんか画面のやつをね、入れ替えることができるみたいですね。で、R とかは、まあ、いろいろちょっとボタンを押してるけど。じゃあちょっとついていきますね。村の人たちも話聞きたいけど。これ抜かしていってもいいかな。あ、ここに書いてある。チョメ、遅いぞ。やる気あんのか。いや、ネズさんの歩くスピードが。これはマトック。こいつはまあどうでもいいや。多分そのうちわかる。やれやれ、本当に来たか。それでこっちがウォラ。お城の兵士。とにかく今はこの人に稽古をつけてもらって、俺も兵士になろうって目標ができたんだ。なんでそんなことになったのかっていうのはおいおい話すとして、今はとにかく
コーラといろいろ教えてもらおう。じゃあ教えてもらおう、バトルの方法とかね。あ、すいません、マト君に話しかけちゃった。まずは怪我しないように、ものすごく基本的なことから教えるぞ。準備はいいか？いいよ、大丈夫ですよ。ほい、よし、それでは始めよう。あ、バトルスタート。ターン1、攻撃が1、守りが2か。初めてのパンチ、これは負けるんじゃない？今頭の上にふわっと浮かんだもの、これをふわっとと言います。ふわっとは戦うためのアイデアみたいなものですが、このままではふわっとしすぎていて戦うことができません。戦うためにはもう少しカチッとさせてあげる必要があります。早速カチッとしてみましょう。 A ボタンを押しなさい。強く押す、押した。はい、これでふわっとしていたアイデアがカチッとしました。これすなわちカチッとと言います。気力1消費、ふわっとカチッとにするには気力が必要です。あ、上の MP みたいな感じか。1ターンに使える気力には限りがあるので注意しましょう。なるほど、あと2回使えるって感じか。上にあと2だからね。このゲームではガチッとカチッとぶつけ合って戦います。早速やっていきましょう。 A ボタンを押してください。あ、でもこっちヒットポイントが3つある。ブレイク、はい、ガチッとぶつかりましたね。あ、守備が1減るって感じか。ですがこちらのガチッとがブレイクされてしまいました。ガチッとには攻撃力と耐久力があります。ガチッとがぶつかり合うとお互いの攻撃力分、相手の耐久力を減らします。そして耐久力が0になった時はガチッとはブレイクされてしまいます。まあでもハートは減らんかったね。それでは次のターンに進みましょう。うわ、強くね。2つ使えるってこと。ターンが進むとチョメは新しいふわっとを思いつき、気力も回復します。今度はブレイクされないガチッとぶつけてみましょう。ブレイクされないガチッと、これじゃね。あのですね、ブレイクされないガチッとだから、これですね、ブレイクされないためにはね。でもこれ選んじゃったんだけどね。これさ、選んじゃったらキャンセルできないのかな。ちょっとこれ調べ、これじゃないね。これだとブレイクされちゃうから、こっちだ。狙ってパンチ、相手はブレイクする。あ、でも一回気力あれか、素晴らしい、うまくこちらのガチッとを残すことができました。こうしてうまく残したガチッとは次のターンになればもう一度使うことができます。このゲームでは相手が全てのガチッとを繰り出すまでターンが続きます。それまではこちらもガチッとをぶつけてやる必要があります。さて、相手にまだ一つガチッとが残っていますよね。こちらも使えるアイデアは一つしかありませんので、それをぶつけましょう。これ。ターン3。なんだ、なんか2つ出てきたぞ。このターンは相手のガチッとを全てブレイクすることができそうです。それではやってみましょう。ブレイクするのか。この攻撃にっていうやつは次に必要だよね、ブレイクするためにはね。じゃあまずこの狙ってパンチでいいのかな。これでブレイクさせればいいから。なるほど、ブレイクさせたら大丈夫な。これやったら負けちゃうから、でもこれも見てみたいね。でこれでね、ブレイク、いいね。耐久力が負けてもブレイクさせれば下のハートは減らないんだ。お見事です。相手の全てのガチッとブレイクできました。この状態をオールブレイクと言います。オールブレイクした時、さらに攻撃できるガチッとがあればチャンスターンに突入します。ちょっとややこしいのでもう一度言いますね。オールブレイクしたとき、さらに攻撃ができるガチッとがあればチャンスターンです。素早くパンチしかないんだけど、チャンスターンでは相手のガチッとではなく本体に攻撃することができます。あ、なるほど、そういうことか。相手の本体を攻撃してハートを全て壊すことができればあなたの勝ちです。では残ったアイデアで攻撃してみてください。
なるほど、これで1でハートを減らすって感じか。だから減らんかったんか。じゃあ行こう。だから逆もそんな感じなんだよね。相手に全部破壊されたらこうやって攻撃されるってことだよな。よーし、ここまでだ。だんだん分かってきたぞ。バトルウィン。なんか結構楽しいね、ほんと。結構てかかなり楽しいぞ。音楽も素晴らしいし、こういう音楽とかいいよね。なんかこうなかなか数値がいいじゃないか。戦うためのアイデアがポンポンと浮かぶようだな。良いことだ。次は何するの？ちょっと一休みさせてくれ。ちょめだけずるい。俺にも教えてくださいよ。まあ待ってくれ。こっちはお前らと違って若くないんだ。チェーは確かにな、スタミナもあるもんな。冒険の始まり、バトルの基礎を習おう。オートセーブか。話すか。休憩だと言ってるだろう。せっかちなやつだな。それよりお前、わしとの約束は覚えてるだろうな。約束なんかしたっけ。なんかおいおい、つい昨日のことだぞ。しっかり思い出してくれよ。昨日は確かウオラとの約束を思い出そう。昨日だから失敗したってことか、これ。なるほどね。そういうことか。なんか忠告されたんだろうな。何をやっとるんだお前らは。そうだった、お城に忍び込もうとしたらウオラが出てきて。おいマトック、邪魔すんなよ。お城の門が閉まったじゃないか。変、勝手にお城なんか入っちゃいけないんだぞ。あ、意外と真面目なんだな、マトック。おいおい、お前らまさか城に入り込もうとしてたのか。俺は違いますよ、こいつだけです。まあいい、わしは忙しいんだ、どいてくれ。忙しいのか、何やってるんだろう。おい、お前のせいでお城に突入する計画は台無しじゃないか。お前のせいで俺まで怒られたじゃないか。仲間割れしてたら絶対うまくいかんぞ。お前が勝手に邪魔してきたんだろ。いやー、怒られた怒られた。おう、ネズ、おしぎは大丈夫か。まあな、自分の作った花火で怪我するほど間抜けじゃないぜ。それより今のおじさん迫力あったな。ありゃきっと偉い兵士様だよ。そうなのか。ふーん、兵士さんか。村に何しに来たんだろうな。俺ちょっと用事思い出したから帰るぜ。じゃあな。帰っちゃった。何なんだマトックのやつ、俺の邪魔ばっかりしやがって。あいつはとにかくお前に対抗したいんだよ。それよりマトックのやつ、今の兵士さんを追いかけていったぜ、多分な。なんで？あの兵士さんにお願いしてチョメより先にお城に入れてもらおうって顔してた。え、そんなことできるのか？わかんないけどマトックなら考えそうじゃん、そういうこと。よし、俺も行くぞ。なんかネズは結構いい感じに分析できてるね。じゃあ追いかける感じか。これさ、X ボタンを押したらさ、なんかセーブとか設定とかいろいろ出てきましたわ。こんな感じでカメラ操作とか BGM の音量ちょっと大きかったらね。あ、オートセーブオフにしとこう。あの、実況失敗した時怖いからな。実況者はオートセーブオフだ。セーブ、こうやって手動でやろう。はい。でもセーブしてない時のミスもやばいけどな。どっちもどっちだよな。じゃあちょっと続きやっていこうかな。ちょっとね、音量を下げてみました。これでちょっとやってみましょう。では先に進んでいきます。あ、ちょめ、ちょっといい？先に進んでいったらイベントが始まりました。ここで幼馴染のシプーと会ったんだ。まあいいやつなんだけど、いつも通りおせっかいなことを言ってたな。ゲーム音もちょっとだけ下げました。どうしたんだよ。マトックが酒場に入っていったの。子供は入っちゃいけないのに。なるほど。ということは酒場にあのおっさんもいるな。あ、ついていったって感じかな。あんたたちまさか悪だ含みしてるんじゃないでしょうね。そんなわけないだろう。俺は今から母ちゃんの手伝いだ。そう、
私も牧場の手伝いがあるから行くけど、酒場には入っちゃダメだからね。分かってるって入るパターンだな、これは。じゃあちょっと酒場行ってこよう。ちょめ、酒場に入っちゃダメだからね。へいへい。まあこれはね、ここにね、酒場があるから入りましょう、すぐ。もう約束をすぐ破るという。というわけで、兵士様、お城に連れて行ってもらえませんかね。ダメだと言っとるだろうが。おい、マトック、子供が酒場に入っちゃいけないんだぞ。私も子供です。ゲッチョベ、なんだよ、ついてきたのか。騒がしいのが増えたな。お前も城に行きたいのか。え、連れて行ってくれるの？そうそう、酒場でウオラを見つけたんだ。お前らなんだってそんなに城に入りたいんだ？なんでって言われても。チョメ、なんでだ？城に入ったんじゃなくて外の世界を見てみたいんだよ。そうそう、俺もです。マトックはただチョメに勝ちたいだけだろ。ほう、それはなんでだ？なんでって、生まれてからずっとこの村の中だからさ、外ってどんな感じなのかなって。まあ気持ちはわからんでもないがな、それほど楽しいものではないぞ。だとしても自分の目で見てみたいんだよ。あいにくだが、村のものを外に連れ出すような真似はできんよ。そこをなんとか。無理だな。そんなに外に行きたければ兵士にでもなるか。兵士になったら外に行けるの？そりゃ行けるが、本気にするなよ。兵士になるには厳しい訓練が必要だ。子供には早い。じゃあ稽古をつけてよ。俺兵士になる。じゃあ俺も。勘弁してくれ。わしはそんなに暇じゃないんだ。お酒あげよう。暇じゃないって昼間っからお酒飲んでるだけじゃん。お城の人に言うよ。お、脅し入ったぞ。ぐぬ、なんという子供だ。待てよ。よし、わかった。稽古をつけてやろう。ほんと？ああ、ただし、わしの任務を手伝うことが条件だ。任務って何です？魔物大使だ。え、村の中にもいるの？魔物？魔物って？おとぎ話とかに出てくる怖くてでっかい魔物のこと？ああ、その魔物だ。魔物なんて本当にいるの？そんなわけなかろう。おとぎ話の中にしかおらんよ。じゃあどうやって退治するんです？おらんものを退治などできん。つまりこの任務は終わらんのだ。普通に考えていては。なんだよそれ。どういうこと？つまりだな、わしは城から追い出されたのだ。終わらない任務を押し付けられてな。なんか大人の世界の話みたいだぞ。じゃあ暇ってことですね。早速稽古つけてください。待て待て、条件があると言ったろ。でも魔物退治なんてどうやって手伝えば。何、簡単なことだ。そのうち城の者がわしの働きを確認するために村に来るだろう。その時にウオラさんが魔物を見事に倒しましたと、そう証言してくれればいい。それでどうなるんです？魔物はどこだと言われたらどうすんだ。わしは晴れて城ずてめに戻れるというわけだ。魔物がいなくなるんだからな。そしたら稽古はどうなるの？心配するな。時々村に来て稽古してやる。男の約束だ。わかった。でもお城の人が来るまで暇なんでしょ。早速稽古つけてください。しょうがないな。今日は酒が入ってしまった。また明日にしよう。あ、それでそんな感じか。で、今には至るわけが。どうだ、わしとの約束思い出したか？しかも後ろの景色、風景めっちゃ綺麗だよね。バッチリ思い出したよ。お城の人が村に来たら、ウォーラさんが魔物をかっこよく倒しましたって言えばいいんでしょ。その通りだ。それでは続きを教えるとしよう。先ほどは攻撃ばかりだったようだが、それだけで勝てるほど戦いとは単純なものではないぞ。そうなんだ。戦いの基本はむしろ防御にある。今度は自分の身を守ることを意識してみるといい。ふむふむ、防御ね。やってみる。では準備ができたら声をかけてくれ。お、クリアしたね。じゃあちょっとやってみよう。稽古を続けるか？やりましょう。よし、それでは始めよう。バトルスタート。ターン1。うわ、3個か。まあとりあえず防御を意識してやればいいんでしょう。あ、キッチンガード。今回は先ほどとは違う色のアイデアが浮かびましたね。
ガチットには赤、黄、青の3種類があります。黄色ガチットは防御のアイデアです。ブレイクされない限り1ターンに何度でも使うことができます。ですがチャンスターンに相手を攻撃することができません。ああなるほどね、チャンスの時に攻撃ができない。相手の方がアイデアが多く不利に見えるこの状況でも黄色ガチットをうまく利用すればオールブレイクできるはずです。あ、それで素早くパンチで当てていくって感じか。じゃちょっとこれを使おう。で OK、 これで守る。でも減っちゃうよねこれ、何回も使えるって言っても一旦。これはあ、でもこれはブレイクになるのか。このガチットは別のガチットにぶつける方が良さそうです。あ、確かにね、次のやつがあるね。あの防御が2だから、だからこっちか。素早くパンチ、これでブレイクすればいいんだ。そしたらこっちもブレイクならない。でこれでしょ、どうなんだろう。アイコの場合ブレイク、ブレイク、自分もブレイクしちゃったけど、オールブレイク。あ、敵だけか。お見事です。黄色ガチとうまく使いこなすことができました。ターン2、あ、2人ともあれだから攻撃できなかったってことか。だからこれは石ぶてって何。今回は青いアイデアが浮かびました。青ガチットは敵のガチットとぶつけ合わずに好きなタイミングで使うことができます。さまざまな効果を持っていますので、うまく使えば戦いを有利に進められます。石すべての効果によってこのターンは簡単にオールブレイクできそうです。すると気力が余ってしまいもったいないので、きっちりガードがガチッとしていたら石すべてを使ってみましょう。なるほど、気力はねあらかじめ使っとった方がいいのかな。石すべてやっていこう。強っ今のように気力が余るときは適当なふわっとでガチッとしておく。これは重要なテクニックなので覚えておいてください。だからあらかじめやっとくってことですね。オールブレイクで今のやつでね。お、いっぱい来たな。これは石つぶてじゃダメだな。このターンはうまくガチッとを使えばチャンスターンにできそうです。赤ガチッとは攻撃のアイデアです。黄色ガチットと違って一旦に一度しか使えませんが、赤ガチットがあることでチャンスターンに入ることができます。だから赤は取っておこう、本気でパンチは取っとこう。なのでここからチャンスターンに入るために本気でパンチをガチッとする必要があります。残った気力をうまく使って相手のアイデアをオールブレイクしてみてください。だからこれを一回ガチッとして、これは取っとくんですよね。だから石つぶってもしくはこっちのやんわりガードっていうのをうまく使ってやるってことか。なるほど、これやんわりガードですね。やんわりガードでこれで一回使ってこうやってブレイクします。で次これを使う。でこれ相手のやつをブレイクで、自分があと2になるから攻撃2のやつがあったから、それでねこれを使ってでオールブレイクにしてやっていくって感じか。すっごいわかりやすいね。本気でパンチですよこれ。よーし、ここまでだ。これなんかデッキとか選べるのかな自分で。バトルウィン。なんかでも石つぶてとか特殊効果のやついろいろあるんだよな。ちょっといろいろ使ってみたいね。うむ、なかなか飲み込みが早いな。へえ、ちょっとずつ強くなってる気がするぞ。へえ、そんなのは気のせいだ。ウォーラさん、次は俺に教えてください。うむ、待たせたな。俺だってまだまだやれるよ。お前はもうたっぷり教わってただろ。まあ確かにね、俺はまだまだ余裕なんだよ。ちょめ、怒られるもしかして。げ、母ちゃん、こんなところで何してるの。さっさと炭鉱に行かないと遅刻だよ。あ、炭鉱で仕事しとるんか子供が。げ、もうそんな時間か。ちょめはひとまず仕事を頑張ってこい。お前が戻ってくる頃には俺の方がぐーんと強くなってるぜ。えらいな本当。ちゃっと仕事片付けてすぐ戻ってくるから待ってろ。
移動が解放されました。チョメは急いでいます。そんな時に便利なのが移動です。メニューから移動を選んで炭鉱に行ってみましょう。メニュー、あ、ほんとだ、移動っていうのができてる。じゃあ移動でこの炭鉱、あ、いやいや、そこじゃない今は使えません。いろいろあるんですね。城とかもある。斜め右上の炭鉱、お、一気にワープできたね。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。次回はこの続きをやっていきますね。